どうもこんにちは、なっちでございます。今回はですね、ガンホーコラボっていうのがねリメイクしてやってきますよということなんですけど、ガンホーコラボっていうと友情ガチャとか、あとダンジョンがありましたよね。サボテンとか出てくるやつ、エココラボとか、あの辺もガンホーなんですけど、今回はねモンスター購入、だからモンポで買うやつとモンスター交換にねキャラが追加されますよってことで、バカ強いんですよ。なんでちょっと今回これを紹介していきたいと思います。はい、まずこちら、クロノマギアのコラボのキャラクターだったはずです。レオくんかな、レオブルームフィールド。すごい、名前にフィールド入っちゃうのすごいよね。モンポは75万と結構高いんですけど、性能はねもうそれに匹敵っていうか、まあその価値はある感じになってまして、バランスタイプね、まずこれがいいよね。で、バインド効かなくてスキブ2つ、封印指、スキルチャージ、神キラー、悪魔キラーと。で、スキルが回復お邪魔毒を水に変化、一旦の間水属性が3倍。で、スキルチャージもあるんで、なんかエドみたいな感じですね。最近水属性来てますよね、なんかね、流れが。で、キラーもあるんで、これ使い道結構あると思います。リーダースキルは水が3倍、スキル使用時2倍、3色以上で軽減3倍ということで、まあスキル使用時をどうするかですね。これを。ターディス、でもターディスって大丈夫なんだっけ、副属性は。ターディス入れちゃうのもありかもしれませんね。なんでまあこいつはサブとしてもリーダーとしてもね、なかなか強いんではないのかなということで、ぜひね購入したいキャラクターでございますね。で、ちなみに武器化するんですけど、これも動いていたんで多分ドラゴンフルーツを使います。ドラゴンフルーツが最近マジでやばい、使いすぎ。余る人は余るんですけどね、使う人は使うっていうね、そういうキャラクターなんですよね、あいつね。武器にするとウェイと暗闇耐性がつきますが、まあ、ウェイはね水属性はベルドがいますから、まあ、暗闇もつくって意味ではいいんだけど、なんかわざわざ作る必要はなくないかって感じ。75万払ってまでね作る価値はあるかっていう感じ。まあ、ベルド持ってなくて水を使ってる方はいいかもしれませんね。はい、続いてこちらも75万でございます。黒ユリでいいのかな。ドラゴン体力タイプで、バインド効かなくてスキブ、封印2つに指2つに、絨毯7コンボ強化と。で、スキルがなかなかね、面白いです。6ターンの間、最大 HP の 40% 分回復、しかもヘイストと。なんで、こいつが2人いたらね、ずっと 40% の自動回復ループするよっていうね。もう、うちのアルテミスパーティーに欲しいなっていうスキル。まあでも、こいつをね、2枠編成、あ、でもあれか、リーダーで使えばいいのか。リーダーで使ったらね、ずっとループしますからね。リーダースキルは闇火同時で軽減3倍、回復ドロップを消すと3倍、スキル使用時好きですね。これはでもなんか HP 高いパーティーにね編成したいですよね。 40% 回復がね活かせるパーティーで使いたいですね。あとは絨毯を素で持ってますから、超覚醒じゃないんでね、マルチとかでも活躍する可能性があります。はい、続いてこちら、こっからモンスター交換所になります。一部コラボキャラクターがイベントメダル虹4枚と交換できますよということで、まあ、虹がね現在入手方法がすごい少ないんですけども、交換したいよって方は6月のクエストダンジョンをね今からでも終わらせましょう。僕も中級はやりました。上級はチャレ級にアルテミスがいるんでクリアできないっていうね。で、来月ももらえるんですけど、来月はバルカンがいるっていうね。こちらも性能は高めでございます。ただまあイベントメダルの方が難易度は低いのかな。モンポ75万よりかは楽そうな気はするよね。こちらもクロノマギアのキャラクターだと思います。回復タイプでバインド効かなくてスキブ、封印指プラス列4つと。そろそろ列と泥鏡をまとめませんって思いません？まあ、列はいいわ。列はまだしもさ、ウェイとか泥鏡ちょっとまとめてもいいんじゃねって最近思う、僕は。列はね、まだね、強そうな感じ出るんですけど、泥鏡がこう4つとかあるとなんかもったいないって感じがするんでね。たまには圧縮してやってもいいのかなって思います。回復タイプだけあって回復すごい高いですね。スキルは2ターンの間、最大 HP 50% 分回復して受けるダメージを半減と。まあ、これはめちゃくちゃ強いわけではないね。で、リーダースキルは HP 80% 以上でダメージを軽減4倍、光を6個以上繋げて消すと4倍と。80% 以上ですが、常時軽減がつきますね。自身のスキルとうまく組み合わせましょうって感じでしょうか。で、こちらも武器になりまして、指プラスがつきますが、指プラスをね、わざわざつけるかって話なんだよな。このプラス系は宝石炎波の対象じゃないんで、これつけて火力底上げとかもできないし、まあ、本当に指短いけど何もつけるもんね、みたいな時にはいいかもしんないね。僕が一番注目してるのがこのキャラクターでございます。アレスタ。マシンバランスタイプ。で、スキブ3つの封印に、指、80% 以上強化、7コンボ強化、マルチブースト2つ。もりもり。ちょっとね、まあ、捨ては控えめですね、バランスタイプだけあって。で、スキルが、左が闇、右が木。で、さらに、ブレスですね。このブレスもね、どっかで使えそうですし、リーダースキルが、
気と闇の HP が2倍、極み同時で6倍。で、しかも100倍の追い打ちということで。ブラスカと合わせろと言ってるようなもんでしょ、これ。なんで、今回ブラスカ引けなかった、でも使いたいって方はこいつを交換して、ね、使えそうじゃん、全然。まあ、それで裏闘技場勝てるかはわからんけど、まあ、似たようなことはできるはず。HP2 倍ですしね。で、しかも追い打ちがありますから。まあ、ブラスカ追い打ち持ってるんですけど、回復ないよって場面でもね、このリーダースキルで倒せますから。こいつはね、なかなかね、マルチブーストも2つあるし、面白いと思うんだよね。はい。といった感じで、ガンホーコラボ非常にね、今回強力となってますので、モンポニオ UR 方はね、ぜひこちら交換していただいて、イベントメダルもね、集めてこれを交換したいなってことなんですけど、まあ、全部欲しいってなると12枚欲しいわけじゃないですか。ね、この子に武器に、まあ、僕の場合こいつ5体欲しいんですけど、二次メダルが今後どうね、入手できるようになるかですよね。果たしてこのコラボ中に、ね、そんなたくさん手に入るのかっていう問題もありますし。で、コラボダンジョンも登場するようです。コラボダンジョン、地獄級のフロアをクリア、地獄級なんだ。100友情ポイントがもらえますよということで、ガンホー友情ガチャが来るんですかね。で、制限時間2分の方は200友情ポイントがもらえます。あ、やっぱガンホーコラボあるんだ。で、こちらに新キャラクターがね、増えてますよということですね。友情ガチャ。なんで、ダンジョンやって友情ポイント集めて引けやこの野郎ってことでしょう。この野郎は言い過ぎたね。で、ここにも貴族性っぽいのいるんだよ、このサモンズボードのね。ブリュンヒルデ。この子も木っぽいんでね、ちょっと欲しいですね。この子もちょっと怪しいかな、ルチル。なんか木っぽいっちゃ木っぽいよね。はい、まあそんな感じですね。で、なんか今後もね、コラボキャラ増えるみたいなんでね、もう虹メダルちょっともっと欲しいっていう感じです。はい、ということでぜひぜひ皆さんね、まあ、ガチャではないんでね、そこは逆に安心かもしんないということで、ガンホーコラボキャラクターね、ゲットしましょうということで、今回はここで終わりたいと思います。では、さようなら。